太平米戦争の時の首相権力賞は誰であったかと聞いてみると、まず 90% 以上の人は東条英機と答えるであろう。ところが最後の参謀総長が誰であったかと聞いても、おそらく半分以上の人はその氏名をはっきり答えることができないのではないだろうか。東条英機や石原莞爾といった軍人とは対照的に、梅津の名はほとんど知られていない。それは常に沈着冷静の将であり、感情を表に出さないことから各々面とのあだ名が付けられていたり、日記や手記を残さなかったことにも起因しており、従って評伝の類もあまり書かれていない。1945年9月2日午前9時、最後の陸軍参謀総長梅津義次郎は横須賀沖に停泊する米太平洋艦隊旗艦ミズーリに立った。彼の役目は軍部代表として降伏文書に調印することであった。日本側全権代表重光守外務大臣に続き、卓上に置かれた文書に梅津が体をかがめるようにして署名した。晴天の上空を艦載機船の100機、爆撃機400機が勝ち誇ったように豪々と祝賀飛行していった。それが太平米戦争が終結し、大日本帝国が消滅した真の瞬間だった。梅津は1882年1月4日、大分県の中津市に生まれた。幼年学校、陸軍士官学校を経て陸軍大学校を首席で卒業した。ご覧の通り、頭脳明晰な陸軍のエリート軍人であることがわかる。1913年4月、軍事研究のためドイツに派遣され、現地において第一次世界大戦を観察、総力戦の実装やヨーロッパの合理的精神を学び、梅津に大きな影響を及ぼした。1930年当時横行していた昭和軍閥、すなわち木曜会、一石会、桜会などの陸軍中堅将校による国家改造を目指したグループには一切関わらず、一線を画していた。梅津は終始一貫して無派閥、中立であり、軍人は政治に関与すべからずの信念を貫く自己抑制の姿勢を堅持していたのである。1936年2月、226事件が起こり、勃発当初陸軍中央は混乱し、鎮圧を躊躇していた。しかし梅津は陸軍参謀官に対して大義名分を説いて、反乱行為を速やかに鎮圧すべし、第二師団はいつでも発動の体制にあり、と明確な方針を打電した。特に即時鎮圧を要求する天皇の意向に反し、陸軍が対応を逡巡している中、結出した対応であった。226事件が終結すると、陸軍では人事異動が行われ、陸軍次官には梅津が選ばれた。梅津が次官として行ったことは226事件の事後処理であった。反乱に関係した将官は現役引退もしくは更迭され、東京軍法会議を特設して青年将校に対する裁判がなされた。これは梅津が行動派にも統制派にも属さない中立の立場にあったことが買われたと言われている。1939年8月、安倍信行陸軍大将に後継主犯としての大名が下った。その際天皇は、どうしても梅塚旗を大臣にするようにしろ、たとえ陸軍の参謀官が義を決して自分のところに持ってきても、自分にはこれを許す意思はない。と陸将は梅塚旗俊禄にする要条件をつけた。これまで陸将は参謀官の協議で決めるのが慣例であり、極めて異例であった。梅津は前線に赴任していることもあり、最終的に旗に決まったが、226事件に対する断固たる対応と、その後の次官としての祝軍は天皇に高く評価されていたのである。1941年12月、太平米戦争が勃発する。梅津はこの知らせを新京の関東軍本部で受けた。彼は気を許す数少ない部下の一人、田村義富を呼び出し、次のように尋ねた。この戦争はどうなるだろうか。この戦争は勝ち目がないように思います。梅津は、自分もそのように思う、と言って田村の意見に同意した。初戦の大勝利には苦衷をよそに梅津は冷静に見ていたのである。そしてミッドウェー海戦の敗北を知った梅津は、この戦争はもうダメだ。日本帝国は敗戦の道をたどらねばならない、と漏らし、早々に敗戦を見通していた。そして1944年7月、サイパン島の陥落を受け、東条内閣が総辞職に追い込まれ、東条が兼務していた参謀総長に天皇の意向を受けて梅津がつくことになる。しかし梅津自身は反対で、側近に、自分はこの対米兵戦争には最初から反対の意見であったから、この任命を受けたくない、もはや状況を好転させるべき参謀総長としてのなすすべもないのだから、何とかして辞退することはできないか、と相談している。満州国を離れる際、梅津はこの戦争はなるべく早く外交的その他の手段を取って速やかに収束に持っていかなければならない、その方向で努力するつもりだ、と語っており、この時期から早期終戦の意図を抱いていたのである。そして1945年3月、硫黄島守備隊全滅、翌4月には米軍は沖縄本島に上陸するに至る。1945年4月、小磯内閣は総辞職し、鈴木貫太郎に大名が降下した。新内閣の陸将には阿南惟親陸軍大将が任命された。梅津と阿南は共に大分県歩兵第一連隊出身で、梅津は3期先輩であり、阿南は梅津を兄のように慕っており、相互に畏敬しかつ信頼する優れたコンビであった。6月上旬、梅津は大連に出張。機長もその戦力はかつての精鋭部隊に換算すればわずか8個師団分に過ぎず、さらに弾薬保有量は
近代式の回線であれば1回分にも満たないと悲観的な上奏を天皇に行った。これに対して天皇は、内地の部隊は在満支部隊よりはるかに装備が劣るから戦にならぬではないかと厳しく問い詰めた。昭和天皇独白録には、梅津がこんな弱音を吐くことは初めてであったと漏らしている。この上奏は全く書き物にもせず、部下にも知らせずなされたが、中国大陸における日本軍の危機的状況を天皇に上奏することにより、婉曲的には本土決戦は不可能であると伝えることを意図したのではないだろうか。なぜ終戦を予期しているのに強硬な戦争継続論を主張したのかとの長男の問いに、梅津は、バカ、いやしくも全日本陸軍の作戦の総責任者として、もう戦争はできませんなどという無責任な発言ができると思うかと一生に伏したという。現に戦争の最終的勝利の見込みや自宅の条件をめぐって、梅津、阿南と東郷の間で議論がなされた時は平行線をたどった。梅津は本土に米軍を上陸させないだけの生産があるのかとの東郷外相の問いに、戦争だから必ず本土上陸を阻止できるとは限らないが、うまくいけば撃退も可能である。何割かは上陸してくるであろうが、それでも敵に大損害を与えることはできると答えていた。その後、最終的に聖断によりポツダム宣言を受諾することが決定した。8月14日には陸軍の中堅将校が決起を強く阿南に訴え、阿南は梅津を訪問したが、梅津はすでに大命は下った。これを犯してクーデターをやる軍隊は不忠の軍隊である。今は御聖断に従うのみ、正々堂々と降伏しよう、これが軍の最後の務めであろうと断じたため、決起計画は崩れ去ったのであった。同日午後、梅津は参謀本部で将校全員を前に、今や御聖断に従って粛々と行動することが皇軍の名誉と民族の存続につながることになる、決して軽挙妄動することのないようにと涙を浮かべながら訓示を行った。1945年9月2日、降伏調印式は戦艦水売り号上で行われることになった。参謀総長の梅津も候補になったが、梅津は、自分は降伏に反対したので不適当であり、行けということは自分に自殺を強要するものだとまで言った。しかし東国宮首相は、天皇の意向も受けて政府代表に重光内相、軍代表に梅津参謀総長を決定した。天皇のお言葉が梅津を水売りへと向かわせたのだ。10月15日、参謀本部の解散式が行われた。西南戦争後の1878年12月、山形有朋を初代本部長に接しされた参謀本部の約70年の歴史は幕を閉じ、梅津は最後の参謀総長となったのであった。梅津参謀総長の下で全陸軍部隊の停戦及び武装解除は粛々と実行された。その後、ソ連の強い要求で突如1946年4月A 級戦犯として指名逮捕され、巣鴨拘置所に収監された。そして1948年11月、全被告に判決が言い渡され、梅津は終身禁錮の刑であった。改訂中から直腸癌で体調を崩したため、梅津は判決を病床で聞いたが、それから2ヶ月後の1949年1月、逝去した。享年67歳であった。梅津の人生は、陸軍大学を首席で卒業したエリートでありながら、後始末ばかりでその能力を存分に発揮したとは言えなかった。遺書も遺言も残さなかった梅津だが、病床から勇壮無歴日とだけ書かれた紙片が見つかったという。勇壮に歴日なし、すなわち囚われの身となった梅津にとって、病床で過ごす日々は時間が流れていないのと一緒だった。果たして無念の最後だったのか、それとも安息を得ていたのか。書き残すことなく、語ることも少なく、自らの心の内を見せなかった帝国陸軍最後の参謀総長梅津義次郎は、彼らしく痕跡を消すようにして去ったのである。